はい、おはようございます。マスターとです。今日は、2020年、10月の5日、月曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。伝道者の書7章の10節、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。伝道者の書7章10節、昔は良かったといつも言っている人がいます。あります。そういう人は現在のことに感謝できません。将来のことに希望を持つこともできません。ところがイエス様を信じる人にとっては、いつでも今が一番良い時なのです。主が一緒にいてくださること以上に良いことはないからです。今日の祈り、私にとってこの日以上に良い日はありません。今日も主が一緒にいてくださるからです。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日主と共に、歩むものとならせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの、尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。マスター後です。今日は朝から天気がいいですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日から仕事の方もまた休みという方もおられるかもわかりませんけど、皆さん、朝、健康に気をつけてください。風邪、またインフルエンザに気をつけましょうね。新型コロナにも、3密を覚えていきましょう。はい、上を向いて前を向いて、また健康に利用されてください。皆さんの豊かな神様の祝福がありますようにお祈りいたします。上を向いて前を向いて、また主あげマスターとした主あげ Let's passion please you。 はい、明日お会いいたしましょう。はい、失礼しました。